三島市であるコンテストが開かれています。使用しているのはこちらゆで卵です。今月23日、三島市の会場に小学生たちが集まりました。4年生から6年生までの28人が参加したこのコンテスト、その名も卵投げコンテストです。ルールはこちら。ゆで卵を好きな投げ方でできる限り遠くまで投げます。しかしゆで卵が割れたら記録はなしです。参加者は新聞紙1枚と糊やホチキスなどを使い、卵が割れない工夫をします。ゆで卵が床に落下した地点までの距離を競います。新聞紙1枚で卵を守る容器、つまり緩衝材を作り、遠くまで割れずに投げられるのかを競うコンテストです。限られた道具で卵が割れないためにどんな緩衝材を作るのか、どんな投げ方をするか、柔軟な発想とアイデアが勝敗の鍵となります。アイデアは悪くないです。わかりますか、これ、ただこの包み込みで投げるののポイント難しいの。投げられる、どう投げるかが。主催した三島市少年少女発明クラブは月に2回体験講座を開いていて、今回のコンテストは年に1回の特別講座です。県東部のメーカーに勤めていた人たちが指導員を務め、子どもたちにものづくりの楽しさを伝えています。学校じゃないそういう環境で、何かこう人から物を教えてもらう、そういうことを学んでもらいたいな。今回は課題を与えてどうやって解決して、想像とかね、チャレンジとか、そういうことを学んでほしいなと思ってます。コンテスト前日、親子で作戦会議をしているのは小学5年生の市川里乃さんです。どんな感じにしてみようか、どうやって考えてる。蛇腹でこう下の方をしたり。蛇腹、あとは新聞紙をちょっと丸めて周りの方にやったりとか、なんかクッションみたいな感じになるといいね。リノさんは蛇腹作戦と題し、卵を包む新聞紙を山折りと谷折りで繰り返し折ることで強度とクッション性を高めようと考えました。どうやったら強いかね、蛇腹。二重にする。でも結構弱そうだよ。ここが、こっちは蛇腹があるから、ここを強くしたい。新聞紙が薄いので、結構あまり強くなりづらいなと思いました。試作品第1号が完成。投げてみることに。どうなったの投げやすい形だったからか、飛距離は十分だったものの、落下した時の音からは衝撃の大きさを感じました。開けてみると、結構割れた。どうでした。落ちたところが多分割れた。思った通りにはいかないことを学び、本番に向け試作品を何度も作り、試行錯誤を重ねます。教科書と同じようにやってもうまくいかないこととかっていうのがあるので、実際にいろいろな体験をして自分でこう手を加えて、ちょっと失敗して、じゃあどうしようかって考えるっていうのを
そうですね、とてもやらせてくれるので、明日はいろいろなことを工夫して頑張ります。目指すは優勝。そして本番当日、2人1組のチームとなり、それぞれが持ち寄ったアイデアを生かしながら緩衝材を作っていきます。まず卵をこう入れたり、これを何重もぐるぐるして、昨日やってきたけど、なるほどね、ぐるぐる作戦ね。優しめにちょっとかぶせるよ、丸めたので一応見せてくれて、日本中に外れるね。あいい、新聞紙を細かく刻みクッション代わりにしたチームや、蛇腹に折った新聞紙で納豆を包む藁のように卵を包んだチーム、さらには卵はむき出しのまま、細長い棒で立体的なブーメランを作ったチームなど、アイデアは様々。リノさんはチームメートが提案した新聞紙で箱を作るアイデアと、蛇腹をクッション代わりにする自分のアイデアを合わせて作っていきました。ゆで卵を割らずに長い距離を投げることができるのはどのチームなのでしょうか。丸の方が多いよ。丸が多いんですけれども、優勝を飾ったのは11メートル53センチを記録したチーム。卵を包んだ新聞紙の隙間に小さく丸めた新聞紙を詰めるアイデアで、見事卵は一度も割れませんでした。新聞紙をバネみたいにしたらめっちゃ割れなかった。楽しかったし、今どうやったら卵が割れないのかっていうことが分かりました。ゆで卵を割らないための工夫を見つけることができた子どもたち。リノさんは惜しくも優勝を逃しましたが、2回投げたうち1回は割れず、5メートル46センチの記録を残しました。ペアの子もいろいろと言ってくれたので、そのおかげもあると思います。楽しかったし面白かったです。みんなで考えたり作ったりとかして、なんかみんなの絆深めたりとか、楽しく作って遊べたりとかできるので、楽しいとこだなと思います。もっとなんか新しいことにも挑戦していきたいなと思いました。結構作るもの、作り方の、まあ、思想というかね、それが変わってたと思います。ちょっと初めてのことなのに、割にみんなね、チャレンジしてるかなと。失敗と成功を繰り返し工夫することを学んだ今回のコンテスト。アイデアを武器に子どもたちが新しいことに挑戦していくきっかけを与えてくれたのかもしれません。